皆さんこんにちは、いちです。いかがお過ごしでしょうか。本日紹介する料理はひよこ豆を使って作る中東の料理ファラフェルです。見た目は日本で親しまれているコロッケに似ていますが、お肉は使わずひよこ豆をすりつぶしてハーブと香辛料をたっぷり入れて練り上げて作る料理です。中東でポピュラーな料理ですが、さまざまな食文化が行き交うフランスでもとても身近な料理の一つです。ピタパンやトルティーヤにたっぷりの野菜と一緒に挟んでサンドイッチのように食べることが多い料理でもあります。まずは乾燥ひよこ豆をたっぷりの水に12時間浸水させます。夏場なら冷蔵庫に入れて一晩浸水させてください。一晩浸水させたひよこ豆がこちらになります。乾燥のひよこ豆は水を吸い込み、大きさは約3倍ぐらい膨らんでいます。こちらのひよこ豆は水を切り、一度水洗いしてください。ひよこ豆の下準備はこれだけです。ファラフェルは中東の中でも国によってそら豆とひよこ豆を半分ずつ入れるレシピもあるそうですが、今回はひよこ豆のみで作るレシピの紹介です。そしてこの料理は特に食材を茹でたり炒めたりすることなく、フードプロセッサーで全ての材料を攪拌するだけなので、材料さえ揃えてしまえばすぐに作ることができる料理です。今回使用する複数のスパイスは分かりやすく紹介するためにあらかじめ全て合わせています。よりスパイシーな味わいにしたい方はパプリカパウダーの代わりにチリペッパーを入れてください。フランスではどこの街にでもあるケバブ屋さんや屋外マルシェの中東系の料理を提供しているお店に行けば気軽に食べることができます。おやつ感覚で食べている人もいるはずです。材料が揃ったら食材をフードプロセッサーで攪拌します。プロの料理人がレストランで使う攪拌力が強く大きなフードプロセッサーを使えば、食材を一度にそして細かく練り上げることができますが、僕は自宅に家庭用の小さいフードプロセッサーしかないので、食材は数回に分けて攪拌します。ハーブの香りをもっと強調したいという方は、紹介しているレシピより多いそれぞれ 20g くらいまで入れてもいいと思います。食材を入れたら少しザラザラと残る程度の粒状のペーストになるまでしっかり攪拌してください。ペースト状になる前に食材をまだ入れられそうだったので追加で加えました。これくらいまで食材を細かくできたらボウルに移します。一度に全ての食材をペースト状にできるのがベストですが、今回のように数回に分けて食材を攪拌してペースト状にしても仕上がりに影響はありません。しっかり細かくすればするほど次の成形工程をスムーズに行うことができます。食材がフードプロセッサーの容器の内側に貼り付いて攪拌されていない部分があるときは、ゴムベラなどで食材を取り、もう一度攪拌してください。スパイスのコリアンダーパウダーを入れ忘れていたので、この時点で入れました。パウダー状のスパイスであるならば、混ぜてから加えても問題ありません。追加でコリアンダーシードも加えます。入れなくても構いませんが、個人的にコリアンダーシードの食感が残る仕上がりが好きなので、追加で加えました。すべての食材をペースト状にできたら、しっかり混ぜ合わせて1時間冷蔵庫で休ませます。ファラフェルを休ませている間に相性のいいザジッキソースを作ります。ソースのベースになるのはヨーグルトです。今回は濃厚なギリシャヨーグルトを選びましたが、どこでも購入できる無糖のヨーグルトで代用できます。またヨーグルトは冷蔵庫の中で最低1時間ほどキッチンペーパーを引いたザルの上で水切りしてください。こちらのソースもファラフェル同様、材料を揃えて混ぜるだけの簡単レシピです。スパイスとハーブはお好みで追加していただいても構いませんし、紹介したパクチーとミント以外にもディルなどを追加で入れても美味しくなるのでおすすめです。スパイスやハーブが苦手な方はシンプルにレモン果汁、オリーブオイル、塩のみで味付けして作るヨーグルトソースでも美味しい仕上がりになります。これだけで十分美味しいディップソースになりますが、本式のレシピ通り味わいに厚みが出るフレッシュのニンニクをすりおろして加えました。もちろん苦手な方は加えなくても結構です。しっかり混ぜて容器に移したらザジキソースの完成です。
それではファラフェルを成形します。成形するポイントは、中に空気が残らないようにはじめにしっかり握って中の空気を押し出します。フランスでよく見る形のファラフェルは丸く丸めた形ですが、今回は火が入りやすいように円形に形を整えます。上下を押さえながら親指と人差し指の間に挟んで成形すると形が整えやすいです。大きさは1つ約 35g です。大きく作ったとしても 40g 前後の方が火が入りやすく作りやすい大きさになると思います。一切つなぎが入っていないため成形工程は丁寧に行います。今回のレシピで15個のファラフェルを作ることができました。それでは仕上げに取り掛かります。揚げる前の油の温度は150度から160度の間です。ファラフェルを油に入れてから少し鍋を揺すっているのは、ファラフェルが鍋底にくっついてしまうのを防ぐためです。また勢いよく油に入れると崩れる場合もあるので、揚げ始めの様子を見るという点でも慎重に入れてください。そして揚げ始めてから2分くらい経過したらファラフェルをひっくり返します。ひっくり返して揚げた方が全体に均一に火が入り、なおかつ見た目もきれいに仕上がります。揚げる時の温度は150度前後がベストだと思います。この温度で5分間ファラフェルを揚げます。油の温度を180度以上上げてしまうと、中に火が入る前に周りが焦げるリスクが高いです。ファラフェルを油から揚げたら、揚げ網の上か、もしくはキッチンペーパーの上に乗せて表面の余分な油を取り除いてください。そうすることで長時間カリッとした食感を保つことができます。どんな揚げ物料理もそうですが、やっぱり揚げたてが一番美味しいですよね。試しに一つ半分にカットしました。外はカリカリで中はホクホクのファラフェルです。冷凍保存する場合は、成形後のファラフェルを並べて冷凍させてからジップロックなどに入れて保存すれば、きれいに形を保つことができます。それでは盛り付けます。と言ってもシンプルにお皿に乗せるだけです。このまま召し上がってもとっても美味しい、僕の大好きな中東のコロッケです。最後にザチキソースにレモンの皮を振りかけて爽やかな香りを加えたら完成です。ファラフェルはしっかり味付けされたひよこ豆に、ニンニクの香りと合わさるスパイスとハーブの組み合わせが最高に美味しいです。様々な香りや味わいを一つの小さなファラフェルから味わうことができるので、満足度の高い料理とも言えます。一緒に合わせて食べるザジキソースも、適度な酸味とニンニク、スパイス、ハーブによる複雑な味わいでファラフェルを引き立ててくれます。お酒のおつまみにもおすすめです。僕は辛口でフレッシュな味わいのシェリー酒と一緒に楽しむのがとっても大好きです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。